はい、じゃあ今日は I'll eat pasta tomorrow と I will eat pasta tomorrow の違いをやってみましょう。文法的にはどちらも同じじゃないかなと思う人が多いんですが、日本に売られている英語の教科書ですとこの違いに触れているところはあまりないんですけど、日常の英会話ですとちょっと違ってきます。どういうふうに違うかと言いますと、I'll eat pasta tomorrow というと、まあ普通ですね、明日パスタ食べるよということなんですけど、これが I will eat pasta tomorrow ですと、まあこれぐらいの言い方だったらいいんですけど、普通は外国人の人って、ネイティブの人って I will eat pasta tomorrow ってこれ言わないんですよね。なぜ言わないか、なんかまどろっこしい、長くなっちゃうから短くしたいから、 I'll eat pasta tomorrow の方が言いやすいから言うっていうのもあるんですけど、それはイコール、要するに別に強調することがないんですよね。なので I will eat pasta tomorrow は強調したいときによく使います。だから言い方はですね、極端に言うとこんな感じです。I'll eat pasta tomorrow、 こんな感じですね、カジュアルですね。ところが I will を使うときって言うと、もうパスタをずっと食べたことがなかったんで、I will eat pasta tomorrow とか、相手がもう何食べるのって聞かれて、 I'll eat pasta tomorrow、 ってのこう、なんかだから I will eat pasta tomorrow って言ってんじゃんって何回も聞いてくるから、 I will eat pasta tomorrow とか、だから短縮形の時じゃなくて普通に言う時っていうのは何か強調する時に言うことが多いので、なので、文法的にはどちらも同じなんですけど、日常で使うのは I'll ですね。これと同じように名前も同じですよね。自己紹介も I'm Mio ですね。I am Mio とは言いません。でもこれが中学校の英語の文法の教科書ですと、例文で I am Tom とか He is Taka っていう形で書いてあるんですけど、これはなんか強調してる感じで日常で使われないんですよね。日常では I'm Mio、 He's Taka という形でコントラクションが使われます。どんな時にじゃあ使うかと、なんかこう名前を I'm Mio、 はい、 Mio、 Mio、 Mio って、What's your name? What's your name again? What's your name? Ma、 Mao? Meo? Ma、 Maki? なんかもうそういう風に何回も言い間違えて、 No, 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 No、 I am Mio という形になるわけですよね。なので、コントラクション、短縮形なのか短縮形じゃないかで使う状況や意味が変わってきます。じゃあちょっと練習してみましょう。例えば、今ふと家に帰りたいと思った時はどっちでしょう。 I'll go home ですね。これが I will go home ですと、なんか、もうもっと stay longer、 もっといてよって言われた時に No, 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 I'll go home、 でもすごくしつこくしてから I will go home、 帰んなきゃいけないんだということですね。じゃあ今話しててちょっと眠くなってきた時に I'll go to bed ですね。これが I will go to bed だったら、もうなんかなかなか寝かせてくれないとか、なかなか眠れなかった時に will go to bed tonight、 今日こそは寝るぜっていう時は I will go to bed ですね。意味が違ってきますね。ということでした。ということで短縮形 I'll とか I will、 I'm、 I am は単なる早く喋る喋んないじゃなくて、強調するかしないかで変わるということです。今日も見てくれてありがとうございました。では明日また会いましょう。 I'll see you tomorrow ですね。これも I'll ですね。これが I will see you tomorrow だとどんな感じがしますか。 I will see you tomorrow ちょっとなんかすごい意志を感じますが、なんかストーカーっぽいですね。なので気をつけましょう。